はい、どうもさん、こんにちは。柏俊です。今回はですね、結構前に上げた動画、弾き語りしてる動画なんですけど、多分初めて上げた弾き語りの動画かな、だと思うんですけど、ワンピースの、頂上決戦ですね、の時の、白ひげのね、あたりの、アニメの主題歌だった One Day という曲をやっていこうかなと思います。リクエストしてくれた方、ありがとうございます。はい、ということでやっていきます。だいぶね、ワンピースの中でも人気な曲だと思うんですけど、僕も一番好きな曲なので、気合い入れてやっていきます。で、サビからね、今回説明していこうかなと思います。で、なるべくね、簡単なコードを使っておりますので、初心者の方でもできるかなと思います。じゃあ、早速やっていきましょう。まずはですね、カポ4つ目につけます。はい。だいぶね、高めなんですけど、4カポにつけていきます。使うストロークなんですけど、使うストロークは、16ビートストロークというものを使っていきます。じゃん、じゃん、じゃかじゃかじゃん、じゃん。これですね。このストローク、じゃん、じゃん、じゃかじゃかじゃん、じゃん。これを使ってやっていきます。で、ストローク今、何回かね、練習してみて、できた方は、早速じゃあ歌に入っていきます。じゃあ、まず最初はコード譜出さずに説明していきます。後半の方でコード譜出しながら、一緒に歌っていこうかなと思いますので、まずはコード譜なしの説明をしていきます。こんな感じです。さあ行こう、立ち止まることなく流れる時に負けないように。はい、こんな感じです。高いですね、久しぶりに歌うと。こんな感じになります。じゃんじゃん、さあ行こう、立ち止まることなく。そんな感じのストロークでやっていきます。はい、じゃあここまで OK って人は、ここからまた歌ってコード出しますので、そちらを見ながら何回か繰り返すのでね、それを見ながらやってみてください。じゃあ早速もう一回歌います。高いですけど頑張ります。じゃあ行きます。さあ行こう、立ち止まることなく感じになります。ではもう一度どうぞ。さあ行こう、立ち止まることなく感じでね、こんな感じになります。すごい高いですけども、ストロークも単純ですし、出てくるコードも、なんと Bm とかね、こういうのとか F とかそういうのが出てこないので、初心者の方でも弾ける曲じゃないかなと思います。もし高かったらね、キーを下げて歌っても全然いいと思うので、そんな感じで頑張って練習してみてください。という感じで今回は One Day の紹介でした。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。再生リストに過去の動画がまとめられているので、そちらも見てみてください。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。再生リストに過去の動画がまとめられているので、そちらも見てみてください。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。